の CM2 日目です。こんにちは、あのビーチにいる人です。めっちゃ久しぶりにこういうのを着てなんかテンションが上がってます。かわいいお団子さんが2つあってこうやって青い髪の毛を見えるようにしてるんですけど、みんなも気に入ってくださったら嬉しい。なんか人それぞれなんかこのスプレーしてもずっと長持ちしますよっていうその一人一人のコンセプトがあるんですけど、今日は私の場面はテニスの場面を撮るんですけど、サーモンピンクみたいな可愛いです。ちょっと赤とピンクで私が好きな色だったり、ここになんかレースがあったり、ちょっと私が好きな感じで嬉しかったです。あの私あの浮き輪を持ってなんかちょっとプールの上に浮かんでる女の子みたいなのを私がやらせていただいたんですけど、あ夏っていいなってちょっと改めて思いましたし、私は今回あの水鉄砲を持ってこう遊ぶシーンなんですけど、あの私が水が苦手で怖くって、その中に入るのとかは好きじゃないんですけど、水鉄砲を遊ぶの大好きなんで、今回は一人でちょっとはっちゃけて遊びたいなって思ってます。今日はあの個人カットで、私はあのランニングマシン乗って走るシーンを撮ります。衣装も結構スポーティーな感じで今日は着てるので、動いてもどんなに動いても足をかいても落ちないのを表現します。ポイントはこの振る動作です。えこのダンスをしたらめっちゃミストが混ざりますよ。メイク完成。 I like to be my love me 踊って出勤。ここからなんですよ。テス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 テでもバッチリです。もうこれでメイクは絶対落ちません。バッチリね。バッチリです。タッタッタ、はい、ワン、ツー、スリー。せーの、タタタタタ、カッカ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。いけたかわいい。もう。
はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。終了。ありがとうございます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 。はい、今回私たちが全員お揃いの衣装なんですけど、 CM のコンセプトの揃いも揃ってっていうのにすごく合っていると思いましたし、やっぱあんまり全員が同じ衣装を着ることってないと思うのですごく新鮮でしたし嬉しかったです。はい、今回の衣装はすごく可愛くてピンクなんですけど、このその真逆の可愛い青いセットをすごく可愛くてすごくテンションが上がりました。私は最近ドラマにハマっていて、もう面白くて最初から最後まで1日で全部見終わっちゃったことがあります。すごく面白くて見ちゃいました。私はビデオ電話をするのが大好きなんですけど、最高記録26時間ビデオ電話をしたことがあります。超えたの。すごい。そうですね、寝てるときつなぎっぱなし、食べてるときつなぎっぱなし、シャワーするときも置いてシャワーして。はい、20は揃いも揃って喋るのが大好きです。なんか一人が喋り始めるとみんながその話題に乗っかっちゃって、結局もともと喋ったのは何だったっけみたいなことになることが結構多いので、そうですね、みんな喋るの大好きですね。はい、やっぱり20はなんかスケジュール中とか時間が経つにつれどん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 テンションが全員上がってくんですよ。それがすごくなんか面白いなと思って、私たちの特徴でもあるんじゃないかなって思います。はい、私は今年この春に二十歳を迎えるんですけど、年に合ったファッションコーデ、ありがとうありがとうございます。年に合ったファッションコーデをちょっと極めていきたいなと思ってます。期待してます。待ってます。待ってます。ありがとうございます。やっぱりちょっと春生まれなので、ちょっと今までちょっとフリフリとか、ちょごめんごめん。ちょっと欲しい。ちょっと女性らしい服をチャレンジしてみたいなっていうのはあります。はい。はい、私たちの今年の目標が VJ の皆さんに会ってコンサートをするっていうことなのの目標の中にあるので、そのためにちょっと体力作りだったり、ダンスの練習とか曲の練習とかもなんですけど、そういうのをちょっと頑張りたいなって心をちょっともう一回一にして、はい。頑張っていきたいなって思います。VJ の皆さん、いつもたくさんの応援をありがとうございます。2021年も9人揃って一生懸命頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。今回はこの9人でお揃いのピンクの衣装を着たんですけど、とてもよく写ってると思うので皆さん期待してほしいです。ダダーン。ニナは言語に強いなんですけど、英語と日本語も喋ることはできて、そに韓国語も学び始めた時には結構早めにスッと入ったので、言語には強いのかなって思いました。なので言語を選びました。強いことです。もちろん英語の方が得意んですけど、日本語もその分頑張ってます。私は、リックは本番に強いっていうのにしたんですけど、私リハーサルとかなんかその前の準備とかは、もうできるかなとかすごい心配性なので不安になったり、あ、ちょっと自分できないかもとかなるんですけど、もう本番になったらそういうことを全部忘れて楽しむことだけを考える性格なので、毎回本番は楽しませて楽しんでできてますし、本番に強いんじゃないかなと思ったのでそれにしました。はい、
部さんに強い。ちょっとみんなわかるんじゃないかなって思うんですけど、薄着好きです。あとあの暑いの嫌いですということで、あのそう暑いのは本当に弱いんですけど、寒さに本当に強いんじゃないかなって思います。いくら寒くても夜半袖で、うん、そう、え、絶対靴下すごいと思う。半袖なのにモコモコの靴下そこ重要ポイントだから、ポイントポイント、ね、はい、でも寒い時はとことん寒いです、うん、はい、私はリオはストレスに強い。なんかストレスに強いっていうか、私はなんかあんまり間接的にストレスを、あ、今ストレスとかそういうのがあんまりなくて、あんまりストレスを感じないタイプで、それともしストレスを感じたなってもし思ったとしても、なんかちょっと自分なりにこうしたら自分はストレスが発散できるんだっていうのがちゃんと理解してるんで、そんなにめちゃくちゃストレスが溜まることがあんまりない、かなと思って、ちょっとストレス強いんじゃない自分みたいな思って書きました。いいですね。発散方法はやっぱりメンバーとめちゃくちゃ話し込むっていうのも、なんか話し込むっていうか真剣な話じゃなくて、めっちゃなんかやっぱ同じ部屋の子同士とかでなんかすごいわーって喋ったりするのもそれですし、あとはなんかそのやっぱり会えない家族とか友達とかそういう方々ともなんか喋ったりすると、割と明るいところにいたり寝たりするとすぐに忘れます、うん、寝ると忘れる、寝ると何に、うん、何がどう思ったのか全然分かんなくて、はい、リセット、リセットです。と私は緊張に強いです。なんか初めて歌番組に出させてもらった時とかもなんですけど、なんかそこまで緊張しないっていうか、はい、なんかあんまり緊張しない。確かに全然緊張せえよね。なんかあんまり緊張せずに、なんか、あ、終わっちゃったぐらいなんですよいつも。なのでちょっと緊張に強いのかなって思って書きました。なんかいつも緊張するとは言ってるんだけど、緊張全然しなさそうに、かわいい、緊張するみたいな、ニコニコで言うもんね。そんな感じでいつも。私は酸っぱいものに強いです。やっぱり大人だから本当にあの小さい時から柑橘のものを結構食べてて、でも口が慣れちゃったのかわからないんですけど、レモンとかも酸っぱいんですけど、その酸っぱい顔もせず真顔で食べれるっていう自信が酸っぱいの一応、え、でもね、そんな酸っぱくないって本当に、なんかいいぐらいに、そうそうそう、なんかオレンジ食べてますよね。あー、確かに、グレープフルーツ食べなきゃレモン色になっちゃう。この髪にしてレモン食べます。はい、なので酸っぱいものに強いです。じゃじゃん、私は我慢に強いです。なんか最近というか結構筋肉トレーニングをするんですけど、なんかあの辛い体勢でキープするっていうやつがあって、その、まあ、何分とか決めてやるじゃないですか。でそのもう本当にもうしんどすぎてもう、あ、もう無理だってなるんですけど、なんかその時間をこうタイマーで見てるんですけど、それを見てると絶対にあの落ちたくないっていう、なんかちょっと自分との葛藤みたいなのが湧いてきて、なんか時間をちゃんと決めた時間をちゃんと最後までできるっていう、なんかそういうのが我慢強いのかなと思って書きました。尊敬、素晴らしい、今めっちゃ共感できてる。タイムリーが覚えてる、覚悟が見る、落ちるタイムリー、30秒が、はい、さようなら。私は、はい、マヤは辛さに強いです。ほんまになんか日本に来て、なんかやっぱり韓国にいる時に比べて全然辛いものを食べなくなったので、なんか絶対弱くなってるだろうと思って、ちょっと今日辛いものをちょっと食べてみたんですよ。辛いラーメンを食べてみたんですけど、あの全然余裕でしたので、やっぱ健在でした。すごい、すごいと思う。やっぱ辛いと思う。あやかは朝に強いです。私はあの朝が早く起きるタイプでもないんですけど、あの決めた時間に必ず起きるっていう、なんか寝坊したことがないので朝に強いんじゃないかなと思います。となんか番組とかでよくあのマヤが一番朝に強いみたいな言われてるんですけど、マヤがいつも二度寝をして寝坊してることが多いので、私が一番強いと思います。
言われました。それは思う、本当に思う。強い、君は強い。強い強い、君は強い。みんな強い、みんな強い。